はい、こんにちは、116インズです。ここまであまり目立った動きのなかった MLB ですが、ようやくですね、この冬初の大型契約が誕生しそうです。ニューヨークメッツがホワイトソックスから FA となっていたジェームズ・マッキャンと4年総額4000万ドル以上の契約で合意したと報じられていまして、マッキャンの健康面で問題がなければおそらく近日中に正式発表されるんじゃないのかなと予想しています。まあ、こういった大型契約の話を聞きますと、やっとこうオフシーズンがやってきたなという実感が湧きつつあるんですが、ただ最初の大型契約がまさかマッキャンになるとはちょっと予想できませんでした。今回はそんなメッツとジェームズ・マッキャンの契約について個人的に思ったことを話していきたいなと思います。まず今回のマッキャンとメッツの契約について初めて報じられた際に個人的に思った感想がこちらの3つとなります。1点目、思ったよりも契約年数が長い。まさかマッキャンが4年契約をゲットするとはちょっと予想できませんでしたね。そして2つ目、メッツはリアルミュート狙いじゃなかったというところですね。リアルミュートはずっとメッツに移籍するんじゃないかと多くの人が予想していたんですが、ただ先週ぐらいにメッツのメインターゲットはリアルミュートじゃなくてマッキャンらしいという話が出てきて、いや本当なのかなと思っていたら、こうやって契約が実現したわけですから、本当にメッツのターゲットはマッキャンだったということになりましたよね。これもちょっと意外でした。そして3つ目は次の大物獲得を見据えた動きなのかなとも思いました。やっぱりリアルミュートを獲得するとなると、それなりのお金は必要となってきますので、リアルミュートに突っ込んでしまうと他の大物 FA 選手の獲得というところはなかなか難しくなってしまうんじゃないのかなと思っていましたが、今回こうしてマッキャンにシフトしたことで他の大物 FA 選手獲得というところも十分可能性としては出てきたんじゃないのかなと思いました。そんな3つの感想がパッと浮かんだんですが、この3つの感想についてそれぞれですね、もう少し深掘りして見ていきたいなと思います。はい、まず1つ目、思ったよりも契約年数が長いというところを見ていきたいなと思います。今年の FA のキャッチャーの市場においてマッキャンはリアルミュートに次ぐ2番手としての評価を受けていました。ただマッキャンが現在の水準で活躍するようになったのは実は2019年からなんですよね。それまで2014年から2018年までタイガースでプレーしていたマッキャンですが、特に打撃面がかなり足を引っ張ってしまって、2018年にはタイガースからノンテンダーされてしまいました。そして2019年ホワイトソックスで本格的なブレイクを果たしまして、で今年はグランダルとの併用ではあったんですが、昨年と同等かあるいはそれ以上の水準での活躍はできました。ただそうは言ってもまだ2年間、まあ今年はシーズンが短かったこともあり、実質的には1年半しかマッキャンは現在の水準で活躍することができていないわけですから、まあそういう選手に対して4年という長さの契約は多くの球団としてはちょっと避けたいという思惑はおそらくあったんじゃないのかなと思っています。来年31歳のシーズンを迎えることも考えますとなおさらですよね。なので契約の年数としては2年かあるいは長くても3年ぐらいかなと個人的に思っていたんですが、ただ今回メッツは4年を提示したと。これはマッキャンの現在の活躍が本物であるとメッツフロントは信じていて、でかつこれから4年間十分活躍が見込めると判断してのかなり思い切った提示だなと思いました。マッキャン側からしてもこの4年という契約年数に応じない理由も、特にはないですよね。それは当然メッツに行きますよ。年1000万ドルという額は、正直現在のマッキャンであれば全然バーゲンな金額だと思いますので、あとはこの活躍を4年間できるかどうかが、この契約が成功に終わるか失敗に終わるかの分け目となるかなと思います。では続いて2つ目、リアルミュート狙いじゃなかったというところについて話していきたいなと思います。動画の冒頭でも少し触れましたが、リアルミュートの移籍先候補としてやっぱりメッツというのは筆頭として上がっていたんですよね。メッツが頼れる正捕手を探しているというチーム状況もそうですし、またリアルミュート獲得に必要なお金を用意できそうな球団が現実的に今メッツぐらいしかあまりいないということを考えますと、リアルミュートがメッツに行くのはほぼ規定路線だと、個人的にはちょっと思っていました。ただこれもまた冒頭で少し触れましたが、先週ぐらいからリアルミュートではなくてメッツはドン・マッキャンを現在メインターゲットとしているという話が出てき始めまして、で実際にメッツはマッキャンと契約したと。どうしてリアルミュートではなくてマッキャンを選択したのか、ここにはリアルミュートの要求額というところが大きく影響しているんじゃないのかなと思いました。リアルミュートは10月末の時点でニューヨークポストが報じていたんですが、最低でも年平均2300万ドルの契約を欲していると言われています。最低でも年平均2300万ドルですから、今回マッキャンがゲットした年1000万ドルと比べますと、これだけでもうすでに年平均で1300万ドル以上の差が出てくるわけですよね。
で、おそらくメッツはこの1300万ドルを積んでまでリアルミュートを獲得する必要があるのか、本当にこの二人の選手の間に1年あたり1300万ドル以上の価値の差があるのかというところを真剣に考えた上で、おそらくその価値はないと判断してマッキャンにシフトしたんじゃないのかなと思いました。で、個人的にこのメッツの選択はかなり手堅い選択だったんじゃないのかなと思っています。というのもこの2人の選手の成績を比べると本当に1300万ドル以上の価値の差があるのかというところが分からなくなってくるからなんですよね。こちら2019年と2020年の2シーズン合計でのリアルミュートとマッキャンの成績となるんですが、もちろんこれまでの MLB での実績やまたリアルミュートが年齢で1歳若い点を考えればリアルミュートに分があるのは分かっていますが、ただマッキャンが現在の水準で活躍し始めた2019年2020年で比較をしてみますと、この2人の差ってあんまりないんですよね。まず基本的な打撃成績から見ていきますが、リアルミュートがこの2年間192試合で打率は2割7分3厘、出塁率3割3分3厘、そして長打率4割9分2厘、36本のホームランを放ち、OPS プラス WRC プラスともに112なのに対して、マッキャンは149試合と、リアルミュートと比べると少し試合数は少なくなってしまうんですが、打率2割7分6厘、出塁率3割3分4厘、そして長打率は4割7分4厘、25本のホームランを放ち、OPS プラス114、そして WRC プラスは116と、あんまりリアルミュートと目立った差っていうところはないんですよね。まあ、強いて言えばホームランの差がちょっと目立つかなっていうぐらいなんですが、ただこれもマッキャンがリアルミュートと同じ192試合に出場していた場合は、ホームランのペースとしては32本となりますので、ここもやっぱりあんまり差はないのかなと思いました。あとはやはりキャッチャーといえば守備なわけですが、二人とも最近の守備の成績に関してはエリートそのものの成績を残しています。まずスタッドキャストのフレーミングの指標では、リアルミュートは上位 5% に入っているのに対して、マッキャンは上位 12%。リアルミュートの方が上手いという結果になっていますが、ただ上位 5% と上位 12%、どちらも上手いことには変わりないのかなと思います。そして盗塁阻止率については、リアルミュート 43% に対してマッキャンは 32%。こっちもやっぱりリアルミュートに分があるとは思うんですが、ただ別に盗塁阻止率 32% も決して悪い水準ではないのかなと言えるのではないでしょうか。こういった比較をしてみますと、マッキャンが今の水準であと4年間活躍できると信じるのであれば、確かにリアルミュートとマッキャンの差に果たして1300万ドルという価値がつくのかと言われると、まあ、ちょっと疑問かなというところですよね。他のポジションにも弱点を抱えているメッツにとっては、マッキャンに払ったお金にさらに1300万ドルというお金を追加してまで、リアルミュートを獲得して得られる価値よりも、そのお金を使って他のポジションの補強に回した方がいいと判断したのではないのかなと思います。なので今回のマッキャンへのシフトというのは、次の大物獲得を見据えた動きなんじゃないのかなと思っています。何度も言いますが、リアルミュートではなくてマッキャンにシフトしたことで、メッツは1年あたり1300万ドル以上のお金を、まあ、ある意味節約することができたわけですよね。で、さらにメッツは先日ロビンソン・カノーが禁止薬物の使用で162試合の出場停止となって、その出場停止期間の間年俸は支払われませんので、カノーの年俸2400万ドルも丸々浮いています。なのでこのお金2つ合わせますと3700万ドル。余裕で FA 市場の大物選手を1人獲得できるぐらいのお金にはなっています。もともとメッツはオーナーが変わって、このオフは積極的な補強に出てくるんじゃないかと予想されていた中で、今回リアルミュートには手を出さなかったということは、これはもしかしたらトレバー・バウアーですとか、それからジョージ・スプリンガーといった FA 市場の他の大物選手に手を出していく。最低でも1人もしかしたら2人とも獲得する展開なんていうのも全くありえない話ではないのかなと、現在のメッツを見ていると思ってしまいますね。ということでここからのメッツの動き本当に楽しみですよね。新しいメッツのオーナースティーブ・コーエン氏はこのオフ大補強することを明言していますし、またツイッターでカノーの年俸が浮いた分は何に使うのかと質問された際には選手に使うとはっきり言っていましたので、このオフの主役になってくるのではないでしょうか。まあ、正直スプリンガーとバウアー2人とも獲得したら本当にどんなチームになっちゃうんでしょうね。自分がファンだったらすごいワクワクするような、まあ、そんな布陣になりそうですけど、まあ、このオフのメッツファンというのは本当に羨ましい限りだなと思います。メッツはこのオフ我々をどんな風に驚かせてくれるのか、この後の動きにも注目です。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。